村上美香は日本のフリーアナウンサー。元熊本県民テレビアナウンサー。血液型は B 型。既婚。熊本県熊本市出身。二人姉妹の次女に生まれる。熊本県立第一高等学校、熊本大学文学部卒業。1994年、KKT に入社。地上デジタル放送推進大使の KKT 代表アナウンサーを務めた。 熊本の情報誌のタウン情報熊本の中で2006年度人気ローカル女子アナ第一位に選ばれた2007年度は熊本放送の木村和也に抜かれ2位となったが女性アナウンサーの中では1位を獲得した2008年度2009年度も木村が1位村上が2位という結果になった2013年9月25日に出演するテレビタミンの番組中にて 自らの子宮癌闘病の一切についてを明らかにした。2018年21年間キャスターを務めたテレビタミンを勇退するとともに3月末日をもって熊本県民テレビを退職。同年4月に自身が代表を務める所属事務所一言者を設立。アナウンサーとして長年培ってきた経験に活かしながら講演やテレビラジオ番組の出演や取材。 イベント企画など多岐にわたって活躍している。豚足、納豆、桃が大好物である。高校時代から俳優の風間徹の大ファンで、未だに、徹様と呼ぶほどである。県動物管理センターなどで、捨て犬が殺処分されている実態を取材したのを、きっかけに2006年から子供たちに命の大切さを教える公園のボランティア活動に取り組んでいる。 2009年には知人で写真家の森健一と協力してアートを通じて思いを伝える作品展を企画。さらに愛犬家の作家仲間も加わり犬の殺処分と犬に限らず広い意味で命について考えてもらうグループ展命のメッセージを開催した。この様子は自身が担当する番組テレビタミンでも取り上げた。なお、熊本県民テレビ退職後は 熊本県動物愛護啓発 CM 犬猫の殺処分ゼロを目指すに出演している。ありがとうございます。